堀です、ちょっとあの私の方でですね11時半から1時半ということで撮ってしまって、おりましてですね、でところが、まあ、あの意外に早く終わったというわけではないんですけれども、皆さんこう上がってきちゃいましてですね、もう非常に焦りまして、弁護士会の方と一応話をしてですね、あの、まあ、今のところ空いてるから、まあ、今回限り許してあげるということで、一応11時から1時ということになりました。いや本当にもう焦り狂いましてですね、どうなるのかで、まあ、裁判の、まあ、詳細についてはですね、実質的な主任である、山下弁護士の方から、山下さんの方からご報告があると思います。私の方はいつものようにですね、まあ、感想を得たところということで簡単に述べさせてもらおうと思います。ちょっと私次の予定があるんですから、挨拶終わったらすぐ失礼しますけれども、まあ、提訴してからですね、今日まで約、まあ、1年半、まあ、当初はですねこんなに持つのかという非常なその危機感を持ってたわけですけれども、やはりその毎回ですね多数の傍聴の方がいらっしゃるし、原告の方たちもですね毎回2、30人は出席して、で、まあ、裁判所を、まあ、包囲していくと、まあ、そういうことによってですね、裁判所も、まあ、101号法廷という東京地裁で一番大きい法廷を、最初はね103、うん、ということでですね、非常にこの裁判自体ですね、裁判所もそれの対応を迫られているということですね。で、まあ、審理の進め方にしてもですね、非常にその、まあ、本来であればですね、意見陳述とか、あるいは口頭でのですね、山下さんがやったような意見といいますか、書面の内容を陳述するということは認められないんですけれども、特にこういうその行政関係の国相手の裁判ではですね、特にそういう傾向があるわけですけれども、裁判所もきちっと、要するに裁判の原則通りにですね、原告本人の意見を聞き、あるいは隊員の意見をきちっと口頭で聞いていくと、まあ、そういうことが実現できたと思うわけですね。で、内容的にもですね、国側の準備書面読んでいただければ分かると思いますけど、非常に薄っぺらなわけなんです。でこれに対して山下さんが力を込めて書きました準備書面、反論、国に対する反論、あるいはこちらの主張、まあ、これは非常にそのやっぱりその憲法にのっとったですね、我々の主張がいかに正しいかということが非常にこの鮮明に出ているということで、まあ、本来であればですね、今の安保法案 の、 国会の議論を見れば分かるように、まあ、野党の意見の方が極めて正しい、で国会政府があるいはその閣僚たちのですね、説明がいかにひどいかと、まあ、これは特定秘密保護法についても言えることですですね。で、まあ、ただ現実問題としてはおそらく、判決としてはですね、今度11月に、下されますけれども、まあ、国側の主張をそのまま認めるものになるだろうとい う、 可能性が極めて高いと思われます。ただ、まあ、これまでですねこういうその運動を作ってきて、裁判所を包囲してきた。でさらにここでですね手を休めることなく、今度はその判決、公正な判決を、あるいはその憲法にのっとった判決をですね、獲得するために、まあ、より一層 の、 その運動、なかなか難しいとは思うんですけれども、まあ、安保法案の関係でもですね、まあ、その運動などと、タイアップしてですね、秘密保護法についてもさらに運動を盛り上げていって、まあ、裁判所が、まあ、不当な判決を下さない、あるいは、下すにしてもですね、それなりの成果があるような判決を獲得すると、まあ、そのようなためにですね、これからますます皆さんと共にですね運動を進めていくことが必要だと思います。まあ、一応私の感想を述べたところですので、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。